ラスカンボニ軍はソマリアの軍閥。母体は2007年にハッサントゥルキーがラスカンボニ旅団として設立した。ラスカンボニ旅団は2010年にトゥルキーと共にアルシャバブと合併消滅したが、その一部がアフメドモハメドイスラムを筆頭にラスカンボニ運動を名乗って分裂した。その後ラスカンボニ運動はソマリア暫定連邦政府への参加を表明し、 現在ソマリア南部の有力都市キスマイ、12345関連地図1、ラスカンボニ2、キスマイオ3、ドブレイオン、アフマドゥゴ、バダデ、ハッサントゥルキーは、ソマリア南部のイスラーム武装勢力イスラム法廷会議の幹部の一人だった。トゥルキーは一軍を率き、2006年にソマリア南部の有力都市キスマイオを占領した。しかし間もなく隣国エチオピアの援助を受けた。 ソマリア暫定連邦政府軍の攻撃を受け、2007年1月1日に、キスマヨから撤退した。その後、イスラム法廷会議は弱体化し、いくつかの軍閥に分裂した。トゥルキーは2007年、ソマリア南端のマチラスカンボニで、軍閥、ラスカンボニ旅団を設立した。2008年8月、ラスカンボニ旅団は、若手主体のイスラーム武装勢力アルシャバブと共同で、 ソマリア南部の有力都市キスマヨを占領した。以後は拠点をキスマヨに置いた。キスマヨの行政主導権は主にアルシャバブが握った。トゥルキーはそれに対抗するため2009年1月他の3つのイスラム法廷会議由来の軍閥と連合しヒズブルイスラムを設立した。ただしヒズブルイスラムは ひとまとまりの組織というより、四軍抜の軍事同盟に近く、その後もラスカンボニ旅団は、トゥルキーの指導で独立して行動した。アルシャバブは当初こそ、キスマヨを、ラスカンボニ旅団、地元勢力との三者連携で運営していたが、次第に支配力を強化していった。そのため、2009年9月には、ラスカンボニ旅団は、キスマヨから撤退し、トゥルキーは、アルシャバブの対応に、 抗議の意思を示している。その後、ラスカンボニデューダンは、アルシャバブに勝利して、キスマヨの一部に拠点を取り戻し、その後は、ラスカンボニデューダンとアルシャバブの対立が続いた。2010年2月、ラスカンボニデューダンの指導者トゥルキーは、ヒズブルイスラムを脱退、アルシャバブと和解し、キスマヨをアルシャバブと共同統治することにした。ただしヒズブルイスラムのリーダーアウェイスは、 脱退したのは、トゥルキーとその取り巻きだけであり、ラスカンボニデ団の主体は、ヒズブルイスラムに止まっている旨と発表する。ラスカンボニデ団で、ヒズブルイスラム残留組の筆頭が、アフメド・モハメド・イスラムだった。以後、ラスカンボニ軍といえば、窓辺が率いる一軍を指すようになり、名称も、ラスカンボニ運動王と呼ばれるようになった。2010年4月、窓辺率いる、 ラスカンボニ軍の一派がヒズブルイスラムを脱退したと報じられた。5月19日には。その時、ラスカンボニ軍はキスマヨ北西の町、ドブレイの付近にあり、翌5月20日にはソマリア政府軍と共同してアルシャバブからドブレイを占拠した。以後もラスカンボニ軍は独立した軍閥であり続けるが、報道ではソマリア政府軍として扱われることが多くなる。 2011年10月、ラスカンボニ軍は、ソマリア政府軍と共同して、アルシャバブが支配するソマリア南西の町、アフマドを占拠し、アルシャバブからのキスマヨの奪還を予告する。もっとも、この時はまだ一心一体であり、11月には、アルシャバブにドブレー取り返されている。2012年2月、ラスカンボニ軍は、バダデを占拠。9月17日には、 キスマヨの西 60km にあるビルタデールを占拠した。9月28日にアルシャバブはキスマヨから撤退し、ソマリア政府軍、さらに協力者のケニア軍がキスマヨを占拠した。その後は多少混乱があったが、ソマリア政府軍のキスマヨ統治が確定した。そしてラスカンボニ軍の指導者マドベがキスマヨの政治指導者となった。2012年8月まで、 ソマリア政府は暫定政府の扱いだったが、9月に選挙で大統領が選ばれ、10月には首相が選ばれ、11月に内閣が発足して、外国からも認められる正式政府となった。12月27日にキスマヨに政府要人が訪れ、ラスカンボニ軍指導者であり、キスマヨの政治指導者でもあるマドベラが応対している。ただし、マドベは今後は、 キスマヨを中心とするソマリア南部をジュバランドとして高度な自治地域にするよう要望しており、ソマリア中央と南部とで再び亀裂が生じることも懸念されている。ありがとうございます。